はい、ズキです。それでは本日は多くのウルトラモバイル PC を企画開発販売している GPD 社が今年初めて出す、その名もマイクロ PC について検証編をお送りしたいと思います。先々週に開封編として主なスペックを確認しました。結構ニッチな、ターゲットが絞られるガジェットなのであまり反響はないかなと思ってたんですが、思いのほかたくさんのコメントご要望をいただきましたので、本日はそれらに回答する形で実際の使用感をお伝えできればと思います。前回に引き続き GPD 社の日本正規代理店である株式会社天空さんから実機をお貸し出しいただいています。代表の山田社長のインタビュー動画なども別途アップしていますので、よろしければそちらもご視聴ください。それでは元ネットワークエンジニアの大げさんからいただいたご質問ご要望です。今動画を見てめちゃくちゃ興奮しています。商品発表から注目していましたがめちゃくちゃ欲しくなりました。個人的にポートの配置とかを含め、すごくネットワークエンジニアの使用を考慮したマジな製品と感じました。例えば有線 LAN と RS232 ポートが干渉しないように両端に配置されている点、前回見ましたがこちらのことですね。ネットワークで重要な有線 LAN ポートと、そしてレガシーポートともいえる RS232 ポートがこの両端に配置されている、つまり2つが干渉することがないように配慮されているという点をご指摘いただいています。ズキさんへレビューの要望です。キーボードやタッチパッドを含めて手に持った状態での操作感を知りたいです。個人的な経験上、ネットワーク機器ってサーバーより扱いがひどく、設置される場所が悪い場合があります。例えば事務所ではデスクの下だったり、データセンターならラックの一番上や逆に下など。検証案1、立ったり寝転んだ状態での操作感。検証案2、立った状態で本機を持って最低15分持ち続けられるか。検証案3、画面の見やすさ。文字を多く入力するよりもコマンドを入力後出力される内容を見たりすることが多いので、ディスプレイ上の文字がはっきり見えるのか。検証案4、照明が暗いところでの見やすさ。本当に大げさんありがとうございます。私はガジェットは大好きなんですけど決して詳しくはないので、こういった実際の用途に即したご質問ご要望をいただけるととても助かります。実際に購入を検討されている皆さんのお役にも立つかと思います。ありがとうございます。ご要望いただいた点実際に検証しました。まずその1、立ったり寝転んだりした状態での操作感ですが、これについては寝転んだ状態で操作するための端末と言ってもいいくらいしっくりきました。寝転んでこう肘をついて操作すると非常に安定的に、それほど負荷がなく操作することができました。2つ目の検証、立った状態で15分持っていられるかという点ですが、15分間立ったままテキスト入力やウェブ検索、動画視聴などをそれぞれやってみたところ、全く問題はありませんでした。ただ重さが約 440g ありますので、人によっては疲れてしまうかなとも感じました。一応重さのバランス的にはそれほど重さを感じないようなデザインになっているかと思います。またタッチパッドの感度は気持ちよく操作も非常にしやすいのですが、ついついディスプレイをタッチしたくなる瞬間があり、これは価格とのトレードオフになっているんだと思いますが、自分もいつの間にかディスプレイタッチが当たり前になっているのだと痛感しました。次にその3、画面の見やすさについては特に問題は感じませんでしたが、6インチのディスプレイで通常の解像度では文字が小さく感じることも多々ありました。このあたりは文字拡大ソフトなどを使った方が便利かもしれません。そしてその4、画面が暗いところでの見やすさはこれも特に問題ないとは思いますが、前段のその3で触れた文字の大きさに比例する部分でもあると思います。そしてキーボードバックライトがあるのはやはり便利、もっと言うと必須だなと感じました。
次に高中さんからのご要望として検証その後、4TB とかの電気食いそうな外付け 2.5 インチハードディスクを駆動できるかテストしてください。こういう PC は USB の電力が足りなくて使えないことが多いです。ではやってみましょう。これがそのご要望に頼るかどうかわからないんですけども、私がいつも使っている 4TB の外付けハードディスクです。 USB を挿すと、はい、はい、ここでハードディスク側のアクセスランプが光り、そして問題なく認識しました。この中から私が以前動画としてあげた PUBG モバイルのプレイ動画にアクセスしてみましょう。デフォルト設定はデバイス負担が軽い快適画質が選ばれています。はい、外付けハードディスクに格納されている動画の再生も問題なくできました。その他にいただいたコメントとして、高松翼さんからのコメント、このサイズで PCIe SSD って素晴らしい、メモリも 6GB の選択肢が出たのも非常に嬉しい、あとは発売後の電池持ちと実際の体感重量が気になります。はい、ありがとうございます。体感重量は先ほどお伝えした通り、形状からかそれほど感じませんでした。15分経ったままガシガシ使った時の電池持ち表示は残り時間2時間程度になったりしましたので、交渉6時間とすると 7× の4時間前後使えるというイメージでしょうか。電池残量 93%、 電源モード最も高いパフォーマンスにしている状態で残り7時間30分と表示されています。それでは検証その6として、一旦満充電にしてからYouTube を連続1時間再生した場合、どの程度バッテリーの持ちが減るのか検証したいと思います。それでは充電が完了しましたので、電源を抜いて最も高いパフォーマンスで YouTube を1時間再生してみたいと思います。ボリュームは 50% で再生します。開封するのはこちらマウス。はい、1時間経過しましたのでバッテリー残量を確認していきたいと思います。1時間経過して 86% のバッテリー残量ですので 14% 消費したということになります。残り時間は5時間47分となっています。 YouTube の動画視聴程度であれば単純計算で6時間から7時間バッテリーが持つということになります。コメントはこれら以外にも、最近の PC は UART に接続しようとすると貴重な USB ポートが一つ潰れちゃうんですよね、それがもったいないんです、 GPD の人も同じ不満を持っていたんでしょうねというコメントをいただいたり、この小ささでこのスペックは買いだと思いますね、オフィス用途でも使えますし、サーバーまたは消費電力を考えると NAS 化とかにも転用できると思います。で、値段なんですが、残念ながら前回お伝えした価格より高くなり、税抜き46,000円、税込み49,680円とギリギリ5万円を切ってきた感じです。これは前回お伝えしましたが、クラウドファンディング中にユーザーの要望を取り入れる形でラムを 4GB から 6GB にスペックアップしたためと思われます。天空さんのサイトでの予約は4月1日から受付開始、配送予定は当初の5月中から1ヶ月先延ばしになり、6月下旬頃とのことです。セットとして GPD ポケット2でもあった WPS オフィスやオリジナルストラップなどを予定しているとのことですので、ぜひ概要欄リンクより公式サイトをチェックしてください。では最後にシネベンチとドラゴンクエスト10ベンチマークアプリをやってみたいと思います。シネベンチのスコアが出ました。 OpenGL が 10.87fps、 CPU が 182cb となっています。 GPD ポケット2の新バージョンの CPU が 185cb、 ポケット2の旧バージョンの CPU が 180cb ですので、 CPU のスコアについては GPD ポケット2に負けないスコアとなっています。ただ OpenGL については新 GPD ポケット2が 25.50fps でしたので、その半分以下のスコアということになります。それではドラゴンクエスト10ベンチマークソフトを、グラフィック設定を標準品質、画
解像度を 640×480 から1段上げて 1280×720 にして表示方法をウィンドウで検証してみたいと思います。はい、ということで重いという結果になりました。まあ、このあたりは GPD ポケット2も重いという結果だったと思いますので、やはりゲームをするには適さない端末ということになると思います。試しにグラフィック設定を下げてもう一度やってみます。グラフィック設定低品質、解像度 640×480 でスタート。はい、結果が出ました。グラフィック設定を落としたら評価普通、スコア4600となりましたので、最低レベルのグラフィック設定であればゲームもそこそこできるのかもしれません。あと私が少し気になったのはこの音ですね。拾えてるかどうか分かりませんが、ファンの音が結構うるさいんですね。もちろんそれはファンのオフスイッチを入れることで止めることもできるんですが、端末の負担を考えるとこれはやらない方がいいかなとも思います。ということで2回に分けて GPD 社の新しいウルトラモバイル PC、 マイクロ PC を見てきました。いずれにしても刺さる人には刺さる、刺さらない人には全く刺さらないガジェットだと思いますので、これから発売を楽しみに、そして4月1日には予約が開始されるとのことですので、天空さんのウェブサイトをぜひチェックしてみてください。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。